吉彦は、日本の厚生労働官僚。厚生労働省社会、援護局長、厚生労働省年金局長、厚生労働省保健局長、厚生労働事務次官等を歴任。愛知県豊川市出身。福岡県立周遊館高等学校を経て、1982年国家公務員、採用上級講習試験合格。 1983年東京大学法学部、卒業、厚生省入省、大臣官房人事課配属。環境庁待機保全局待機規制課課長補佐、環境庁企画調整局環境管理課課長補佐、厚生省大臣官房人事課課長補佐、京都府福祉部高齢者福祉課長、京都府保健福祉部高齢化対策課長、 厚生省大臣官房政策課課長補佐厚生省大臣官房総務課厚生省大臣官房政策課企画官課長補佐厚生省大臣官房政策課企画官権介護保険制度実施推進本部事務局次長厚生省保健局企画課老人医療企画官、厚生労働省保健局総務課老人医療企画官、内閣官房内閣参事官 社会保険庁運営部年金保険課長、社会保険庁運営部企画課長、厚生労働省大臣官房参事官、厚生労働省健康局総務課長、厚生労働省大臣官房会計課長、厚生労働省大臣官房審議官等を経て、2014年、厚生労働省社会援護局長、2015年厚生労働省年金局長、2017年から、 厚生労働省保健局長を務め、診療報酬改定に当たった。2018年厚生労働事務次官。2020年退職。2021年損害保険ジャパン顧問。東京大学公共政策大学院。グローバルガバナンス研究センター客員教授。国際医療福祉大学評議員、全国労働者共済。生活共同組合連合会顧問。鉄欠会顧問。 ミダスキャピタルコモン、ありがとうございます。